天神山小話。1月15日、召喚。事初めて鳴く。天神山小風案。二十四節気では召喚。七十二項では事初めて鳴く。事が鳴き始める頃、緑鮮やかなオスが、ケンケンとかんだかい声で鳴く。これは、メスへの求愛。 シンクのマスクにマリンブルーの首筋。鮮やかに光るダークグリーンのボディに褐色の尾。その美しさには目を見張るものがある。この鳥にはさすがのピーちゃんも遠慮するかも。二十年ほど前には天神山でもよく見かけた鳥。しかしここ数年見かけることは少なくなった。 春の求愛のシーズンが訪れると思った矢先。大雪警報。四十数年ぶりの大寒波襲来。滋賀県の北部ではほとんど記憶にないような豪雪。ここ南部でも数年ぶりにこんもりと雪に埋まった。幸いなことに今日は土曜日。慌てて出かける必要もない。 明日も日曜日なので雪かきは小雪になった頃にと思っていたら障害でパタパタピーちゃんパンのさい雪でどっこも真っ白食べ物が何もないお腹減ったパンがないと松の枝から窓の山に飛び移ってパタパタピーピーと鳴いてさいするのである。 催促した後は枝に戻って待機。今日はいつになくぷっくり膨れている羽毛100%のボディ温かそういつものようにパンはぽいぽいパンは雪の中にそれを覗き込むようにピーちゃん二度見野鳥の二度見そしてこちらを見る探す姿が愛らしくもあり ちょっぴりかわいそうでもある。軒下の乾いた地面にポイポイありがとう。と言わんばかりに飛び移ってパクパク。じゅんちゃん、どんちゃんも入れ替わり。雪の代わりに頭の上からパンが降る幸せ。